皆さんこんにちは、松坂桃李です。セリフに込められたこの情熱だったりとか、僕自身初めてやった時とても難解で、理解するのにすごく時間がかかってしまったんですけれども、やっていけばやっていくほど、そのシェイクスピアのそのセリフの中に込められている何て言うんでしょうね、その愛の表現だったりとか、そういうものが事細かにこう組み込まれている感じっていうのが、僕はなんかすごく素敵だなと思いましたね。いやー、もうちょっとどうなるんだろうっていう、こうまあちょっとドキドキ感と、まあ、楽しみもありつつ、最初お話をいただいた時に、ちょうど藤原竜也さん舞台のその稽古場に行ったんですよ。どんなものなのかなっていう、ちょっと お話いただいた分やっぱりすごくこう気になっていたので行ったらですね、もうすでに立ち稽古で何も演出してなかったんでだからちょっとどういう演出をするのか、まだ僕の中で未知な部分があるんで、すごく楽しみですね。そうですね、あの時は本当にいきなり稽古初日か、稽古初日に蜷川さんが、よし立つぞみたいな、いきなり立ち稽古が始まりまして、で蜷川カンパニーの皆様方は、ああそっちの感じで行くんですねみたいな、なんかこうもうちょっとこう勝手知ったる感じだったんですけど、僕はすごくそれに戸惑いながら初日を迎えたのがものすごい印象的 で、その前に孝太郎さんにセリフどうやって覚えたらいいですかねっていう話を飲み屋でした時に、俺もどうしたらいいか分かんないんだよっていうふうに孝太郎さんが返してきたのをすごく鮮明に覚えてます。本当にお風呂みたいにあったかい人だなっていう感じもしたし、でヘンリー4世はそんな、なんか僕の中での初めての出来事がたくさん詰まった作品でしたね。ヘンリー4世から5年ですかね、5年経ち、今、ヘンリー5世をやらせていただくことになり、なんというんでしょうね、自分がまさかこの作品で、しかもこの役をやるなんて全く思っていなかったので、これも何かの縁というか、なんかすごくそういったことを感じております。その分しっかりとそのヘンリー4世でから、まあ、5年経った、まあ、今経験してきた自分をこういろんなことをこう経験してきたものをこのヘンリー5世に全てぶつけたいなと思ってます、孝太郎さんと共に。まあ、シェイクスピアということで日本の方々に、まあ、もしかしたら馴染みがあまりなく、まあ、難解なセリフも多かったりする分、ちょっと伝わりにくい部分もあるのかなと思ったりするんですけど、でもそこはやっぱり、なんだろうな、どんな人が見てもちゃんとお話としてスッと入っていけるような、ヘンリー5世をカンパニー全員、スタッフ、キャストの皆さんと一緒に一丸となって作っていきたいなと思っているので、楽しみにしていてください。よろしくお願いします。シェイクスピアの大河ドラマヘンリー5世、劇場でお待ちしております。